こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日ここにあるのは iPhone13 Pro ですね。ホワイトバランスの関係で本来のこれゴールドの色味がゴールドに見えなかったりするところも気になるところですが、健康というとこのゼクロスプロテクターのようなレンズのプロテクトフィルターというものをよくやってるわけですけども、この iPhone13 Pro にもここに立派なレンズが3つもついてますね。そこで健康ではこのスマートフォン用レンズプロテクターということで iPhone13 Pro Max 用または iPhone13 Pro 用ということで出しました。これがですね、 QH のゴリラガラスがついてるということで、これを今日はこの iPhone13 Pro に取り付けていこうと思います。この iPhone13 Pro ですが、私の家族用に買ったもので私用ではなかったりするんですけども、この iPhone13 Pro のレンズをしっかり守るためにですね、このスマートフォン用のレンズプロテクターを取り付けていこうということですね。こういったパッケージに入っています。これ本体色ゴールドに合わせてゴールドということなんですが、ちょっとホワイトバランス気になりますから、一遍カメラ止めます。思ったよりゴールドの色が出なかったりするっていう感じですけども、ここのようにクリーニングキットというのが入ってまして、明るすぎて見えないかな、明るさをちょっと合わせますね。このようにクリーニングキットというものが入ってまして、この中にですね、ウェットワイプとクリーニングクロス、そしてダストリムーバーというのが入ってますので、これを取り付ける前にあらかじめ掃除をするということですね。ダストリムーバーとこれがウェットワイプ、そしてクリーニングクロスということで3つものが入っています。貼り付ける前に掃除をしましょうということで、付属のクリーニングキットでまず掃除をしましょうということですね。まずはではこのウェットタイプで拭きましょうか、レンズをですね、こういうふうに拭いていって、ダストリムーバー、ダストがついてればこれを取るという感じですけど、ホコリは特になさそうなんでこのままいっちゃいましょう。ここからオープンとありますね、こうやって完全にホコリから守られるパッケージの中に入ってるといった感じですね。これをあとはどうするの、本製品の位置を合わせます。3つの方向はないのかな、これで、あら、間違えました。これ間違いですね。フィルムを剥がして、このままこう押し付けるというのが正しい使い方でした。で、ついてから外すというものでしたね。うっかりしました。これは間違えたぞということで、本来の取り付け方は違いましたね。ちゃんと読んでから取り付けましょうというところでしたが、失敗しちゃいました。うっかり手順を間違えましたけども、本来はこれが入った状態のまま製品を取り付けて、で最後にこれを剥がすという手順でした。うっかりしました。説明書はちゃんとこの箱に書かれているのでチェックしていただければと思います。このような私うっかりミスしましたけども、ミスがないようにということで、でちゃんと取り付くとこのようにこれはゴールドのボディにゴールドのプロテクターということで色を合わせましたけれど、これ色を合わせずに使うという方法もあったりします。詳しくはこの製品の解説ホームページをご覧いただければと思います。というわけで今日は iPhone13 Pro に、健康のレンズプロテクター取り付けてみました。結構かっこよく決まりましたね。